全日本ユース強化のためのオランダ戦だったが、1、2戦とも大差で全日本が敗れ去っている。まったく無意味な試合だよな。こんなチームと参戦もすることなかったんだ。そうだな。ああ、今日もまた負けんのかな。翼も若林もいないし、勝てないよな。はあ、翼くん。体調は決して万全じゃない。でも俺はベストを尽くして戦う。オランダユースに勝った。俺は日本に戻ってきたんだ。こんにちは皆さん、本日は全日本ユースチーム対オランダユースチームの試合をお送りします。みんな頑張ろう。アオ！よし、勝っちまおうぜ。アオ！さあ、試合開始です。ファウルです。あーっと、カイザー君イエローカード。全日本ユースチームフリーキックです。取りました。取りました。さすがです。取りました。こっちだ。いけー、やったー。そうっすかー。ゴール。こっちだ。インターセプト。
全日本ユースチーム、フリーキックです。全日本ユースチーム、フリーキックです。決まりません。パス。パス。ライング、ドライブシュート。
そっちで。センタリング取りました。いとも簡単にキャッチ。試合終了。あれがオランダユースの真のキャプテン、ブライアン・クライフォーク。俺の手であいつによって壊された。そうか、若林君でも世界ってひどいや。さっき試合が終わったばかりなのにもう行っちまうのか。うん、ブラジルでもすぐ試合があるんだ。ワールドユースアジア予選にはまた帰ってくるよ。背番号10を開けて待ってるぜ。じゃあ。元気でね、翼くん。うん、さなえちゃんも